空き箱チャンネル。はい、ということでね、前回でこちらね、クレーンゲームは大体完成したんですけども、今回はですね、ゲーム機×家具ということで、これだとね、ただのゲーム機です。どうするかというと、下にね、棚をつけていきます。で、まずはですね、こちら、このね、天板と同じ大きさの板ですね。ここにですね、昔作った時の、このね、車輪。これね、ちょっとね、内側を攻めすぎて、結構ね、バランス悪くなってるんですよ。ので、なるべくね、外側の方につけるように、して安定させてですね、こちらをね、移植していきます。というわけでですね、車輪がつきました。これがね、こうなって、本体がね、乗っていくわけですね。続いてですね、側の部分ですね、これを、作っていきます。というわけでね、側を作りました。と言ってもこれは裏側なので、ひっくり返します。というわけでね、ひっくり返すとこういう感じです。あー、しまった。上がちょっと開いている。っていうのは、嘘で、実はね、こういうね、柱を入れてあげます。で、どうするかというと、ここのね、この部分に、スポッとはまるようになるわけですね。それからですね、ここ、この入れ物ね、このでっかいね、こんなスペースあっても使い切れないので、ワン、ツー、スリー。はい、こういう感じでね、棚をつけてみました。下はね、ペットボトルが入るようになっていて、まあ、ちょっとしたね、つまみとか、食品をね、入れられるようにしてあります。これだとね、ただの、木目というか、板のね、張りっぱなしの感じなので、ワン、ツー、スリー。はい、ということでね、飾り付けました。で、この角度からだと分かんないですね。チャン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 、まあ裏はちょっと適当なんですけど、左右はですね、こういうレンガ模様が、つきましたね。本体とちょっと色は違うんですけども、まあ親和性はいいのかなという感じですね。じゃあ、あとはね、これを合体していきます。というわけで、でんじゃーん、こういう感じですね、お部屋の中に持ち込みました。こういう感じですね、まあ、冷蔵庫と比べると、まあ、大きさね、なんとなく分かってもらえるかと思いますけども、まあ、こういう感じでですね、ゲーム機ではあるんだけども、下にね、収納スペースがあるので、ゲーム好きな人だといいんですけども、まあ、他のね、家族とかいるお家だとただのね、邪魔なオブジェでしかありませんので、ゲーム機の下にこれね、収納スペースを、置くことで、まあ、これあくまで家具ですからっていうね、言い方ができると個人的には思います。もちろんですね、まずはゲーム機として、こういう感じでですね、使わないときはこうやってね、ちょうど上にライトもあるので、フィギュアのね、ショーケースとしても使えるかなという感じでございますね。ということでね、約、1ヶ月ちょいに、わたって、お送りしてきました。こちらね、イーグルキャッチャーということで、家具×ゲーム機ですねの、企画を、これにて、終了したいと思います。またね、機会がありましたらちょっとね、別のゲーム機なんかもまたね、作っていきたいと思います。それではみんなも作ってミルフィーユ。またね。